どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ダルスマイルキャンペーン再びということで、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今月のね、頭に開催された JAL スマイルキャンペーンなんですけども、JAL 側はですね、40万アクセスをね、予想しておりまして、準備してたわけなんですけども、キャンペーンがね、実際に開催されたらですね、100万アクセスを超えてしまって、通常のね、飛行機の運航にね、支障が出るぐらいですね、ウェブサービスがね、使えなくなってしまって、翌日のお昼ぐらいにですね、キャンペーン中止にね、なってしまいましたということで、またね、JAL スマイルキャンペーンっていうのは、ウェブでね、購入するだけのね、キャンペーンだったわけなんですけども、まあ電話でもね、購入できてしまったみたいなね、まあこういったこともね、あって、かなりね、批判されてしまったわけなんですけども、今回ね、JAL がスマイルキャンペーンね、再びやりますっていうのをですね、発表いたしましたので、前回ね、ちょっと残念な思いね、された方もいらっしゃると思うんですけども、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。まずですね、キャンペーンの詳細に入る前にですね、JAL のね、公式サイトに、まあ、今回ですね、前回システムで、不具合で、サーバー落ちてしまってですね、利用することができなかったので、まあ、どのようなね、対策をされたのかっていうのがですね、簡単に、記載がされまして、今回のね、JAL スマイルキャンペーンなんですけども、アクセス集中のシステム不具合を防ぐため、2023年3月30日23時30分以降ですね、JAL サイトにアクセスされた場合は、一度仮想待合室でお待ちいただいた後、抽選で順番を割り当て、サイトへのご案内にしていくっていう形になりますということで、で、またですね、混雑解消後はこの仮想待合室という表示はなくなるという感じで、で、この仮想待合室とはですね、JAL サイトへのアクセスが集中した際に、オンライン上の仮想待合室に誘導し、順番にサイトへのご案内、待合室内では、サイトの混雑状況や待ち時間のね、目安などが、まあ、確認することができるっていった形になってるんですよね。ですので、まあ、今まではね、もう繋がらないダウンみたいな感じだったわけなんですけども、まあこのね、仮想待合室で多分バーみたいなので目安時間あと何分みたいなね、まあこういった表示にね、なるのではないのかななんていうふうに思うんですよね。で、このね、キャンペーンは3月31日のね、キャンペーンの詳細後でやるんですけども、0時きっかりね、始まるわけなんですけども、3月30日の23時30分以降はですね、もうこの時間から仮想待合室にね、移行になるみたいな。まあそういった感じで、まあキャンペーンがですね、3月31日の0時きっかりね、始まるっていう風になるんですよね。もちろんね、3月30日の23時30分に以降はですね、この仮想待合室に移行になるわけなんですけども、まあこちらね、抽選でアクセスができるようになるっていう風になりますんで、まあ早くね、アクセスしたからといって、早く購入できるわけではございませんので、このね、抽選っていう部分はですね、押さえておいていただければなと思います。まあこういった感じでね、JAL 側もこういった感じで対策されているっていう風になりますんで、まあ今回はね、多分 JAL 側もですね、失敗できないっていう風にね、思っていると思いますので、まあ今回ね、前回ね、ちょっと残念でしたけども、次回のね、キャンペーンかなり期待したいですよね。ということで、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思います。公式サイトね、こういった形になっておりまして、ウェブ限定人気の便はお早めにということで、国内線航空券タイムセールっていう風になります。で、キャンペーン期間ですね。予約期間が2023年3月31日0時きっかりから2023年4月1日23時59分までっていう風になります。で、搭乗期間がですね、2023年の4月の22日から2023年の4月の28日までっていう風になります。で、今回のキャンペーンの特典ですね、前回と同様、国内線全線一律片道6600円っていう風になります。またね、お子様はさらに 25% オフということで、お子様は片道全路線一律4950円でね、利用することができるっていった形になります。で、対象運賃はプロモーションっていう風になりまして、今回ね、キャンペーン期間ね、こういった形で4月22日から搭乗期間ね、4月の28日までということで、キャンペーンがね、かなり短くなっているのと、またね、5月6月分ね、ないと思うんですけども、5月6月分に関してはね、後日ね、また別途案内っていう風になっておりますんで、こちらね、また後日ね、やるっていう風になりますんで、今回はね、4月の22日から28日までのね、間だけっていった形になります。で、購入方法なんですけども、こちらね、PC の画面とスマートフォンの画面例なんですけども、こういった感じでプロモーションでね、表示がありますんで、今回のキャンペーン
ペーンね、参戦される方は、これをね、購入していただくと、片道ね、6600円で利用することができるっていった形になります。こちらはもちろんね、最低価格が6600円っていう風になっておりますんで、まあ、これよりね、高い運賃設定されているものも、もちろんね、あるっていう風になります。またね、JAL はですね、前回のね、動画でも言いました通り、4月12日以降なんですよね、このキャンペーン、搭乗期間がね。で、4月の12日以降はですね、JAL はね、今までの先得とか特便とかね、こういった運賃をね、変更するっていうことを発表してるんですよね。こういった形になりまして、今までのね、大人運賃がフレックス、往復割引が往復セーバー、特便がセーバーになって、先得がスペシャルセーバーみたいな感じで、名称もね、変わるっていう風になっておりまして、こちらね、真ん中の方にね、あると思うんですけども、今回のね、プロモーションっていうのも新しく新設された、新しいね、運賃っていった形になるんですよね。で、このね、プロモーションっていう運賃はですね、新しく設定されたということで、まずね、変更はできない運賃なんですよね。またね、キャンセルのね、手数料とかも結構厳しめにね、設定されておりますので、購入後から出発の55日前までは、税抜き運賃の約 5% 相当、出発54日前から出発の前日までが運賃相当の 50% 相当で、出発後は 100% ということで、取り消し手数料はですね、こういった感じで設定されておりますので、今回のキャンペーンですね、搭乗期間が4月の22日からっていう風になりますんで、で、購入するのはですね、3月の1日から4月の1日っていう風にね、まあ、ここら辺で購入するっていう風になりますんで、購入したらですね、すぐね、この、出発の54日前から出発前までっていう風になりますんで、取り消し手数料ね、50% が設定されるっていう風になりますんで、こちらね、注意していただければなと思います。軽い気持ちで取ってね、キャンセルすると 50% の取り消し手数料ね、食らうかもしれないっていう風になりますんで、この点はね、本当に注意ね、していただければなと思います。ということで今回ですね、JAL スマイルキャンペーン再びということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、前回ね、かなり批判をね、食らったという風になりますんで、まあ、今回ね、多分ある程度ね、繋がりやすく利用できるのではないかな、なんていう風に思ってるんですけども、いや、どうでしょうかね。私がちょっと考えが甘いかもしれないんですけども、まあ、今回ね、JAL は多分もう失敗できないと思いますので、かなりね、期待したいですよね。ちょっとね、前回利用できなかった方もですね、まあ、片道ね、6600円で全国一律でね、利用することができるっていう風になりますんで、キャンペーン開始までね、あと3日間ぐらいね、ありますので、ちょっとね、予定空いている方はですね、利用していただくのもね、かなりいいのではないのかな、なんていう風に思いますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。私もですね、ちょっとね、前回の動画では、利用するね、予定だったんですけども、ちょっと諸事情によってね、ちょっと利用することがね、できなさそうなので、まあ私はね、ちょっと見物ね、まあアクセスはしないでね、見物ツイッターでもね、しておこうかな、なんていうふうに思ってるんですけども、予定空いてる方はですね、片道6600円ですからね、東京から宮古島行っても6600円ですし、東京から石垣行っても6600円ですんでね、ぜひ利用ね、してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。ちょっと言い忘れましたけども、今回ね、6600円でキャンペーン来ておりますけども、旅客施設使用上、通称 PFC っていうのがね、あるんですけども、これが設定されている空港は、プラス最大500円ぐらいね、片道からかかってくるっていう風になりますんで、この点もね、ぜひ覚えておいてください。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。